それでは参りましょうジパングパンク五右衛門六杉の公開を記念してせーのーまぁ、あ、丸先輩村井先輩っていう先輩がいたんでそれはすごく楽しみ、うん、もう喫煙所で僕ら3人ずっと一緒ですもんねどんな話をしてたんですか 肩が痛いとかというう腰が痛いとかそういう話ですね。<laughs> 古田さんのことはよく知っておりましたですね。あの簡単にも正規の詐欺師のような感じっていうのはえなかなかの大物だなということでえ尊敬しておりました。演劇界の一つのまあ我々アングラから見るとまあ元々が彼も衝撃場という風なところから 来られてねそれでいつの間にかあれよあれよというような風なあの劇団になってしまったという<ー>この秘密をあなんとか探ろうと<ー>、えー、そういう気持ちがありましたね探れたんですかいや全然わかりませんけど <laughs> あの私はまかないおじさんとして <laughs> おじさんなんですか早め、はい、ちっちゃいおじさんって呼ばれてるんですけどあのー お弁当っていうかねおにぎり作っていったりとかなんかちょっと差し入れしたりとか本当にシュンライとしてではなくて、うん、じゃなくて自分の稽古の出番がないときにお惣菜を持ってきてくれるのへえ<ー>みんな食べてっつってそうそうそうでこの間はみんな疲れてたので家から炊飯器持ってきてあのあの稽古場であのご飯炊いておにぎりにして <laughs> かかってたんですけどそう助か,<ー>かるのよこのおじさんは。 シャルルが抜けないないとかあでも、はい、あのこの前「ミワ」っていう作品で成、はい、さんに言われたのが「シャルル病になってる」って言われて何<あ>かやるときにシャルルっぽいからそれやめろって言われて結構本気ダメ出しだったんですけどねそれはでも、うん、そういうのありましたねうそうそうはいそうそうさんが隣でにやりとうそ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  あのね橋本潤さんと浦井健二君っていうのを連れてやってるんですよ、<laughs> 本当に困ってもまあゆみ、まあ、ちゃんも一緒なんですけど 2>,、ね、2人とも勝手なんでね、で怒るんですよ、ちゃんと終わって,終わってから潤、はい、さんにも健ちゃんにも怒るんですけど、はい、はいはいって聞きながら、何にも聞こえてないんですよね。<laughs> 多分何か耳クソか何かが詰まってたんじゃないかなでも派手好きが世界を救うという曲で4人で歌った時に一番1.5にじゅんさんと僕は立ってなきゃい,けない,い立ち位置立ち位置の話なんで,すですね、はい、でも1.5に僕らは立ってるつもりなんですけどなんか立ってないってよく言われるんですだって立ってない立ってないからじゃない。<laughs> 立ってるつもりなんですけど立ってないから怒ってんじゃないかよ <laughs> すいません <laughs> でもケンジ君はあの振り付けの川崎悦子先生が来ると急にちゃんとするんです。そのあの人を見るそのあの俺たちがいくら怒ってもああって言ってるのに今日エッチャン先生が来てるよとなると急に立ち位置とかを決める。<laughs> もう僕的にはあのケンジはあの他のあのプロデュース公演に、はい、シャルル王子として出ていただければ。 他の時は全然当たり前ですけどね違いますよね。そりゃあねえ、うん、でも東,東方でシャルルをやっていただければそれに越したことはないいあ,あーすごーい、うん、あ古田さんからするといろんな俳優さんが新幹線に来て一緒にガッと組んでお芝居してますけど、はいはい、今回、三浦さんとか葵さんとか新幹線初出場組でしたけど、はい、古田さんから見たら二人,人とも頑張り屋だから。うん そ、そんな、た、嬉しいことはないですよ。な、もう。もう、言うなんて。あの、踊りなんだっけ、あの、キャン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 踊るってやつ。うん、キャン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 踊った後は、う最後まで、お客さんに愛想振って、好感度上げてこいって言って。うん、で,で、ワンワンニャンニャンワンワンニャンニャンって入ってきて。舞台袖で。ええ、つってて。どうやったら言うっつって。ええ。っ<つ>っ<つ>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  まあそんな奴らは可愛いですよ可愛いですよね、はい、三浦春馬くんもねすごかったですねあと春馬なんてもうキラーンキラーンってやってそれで入ってきた <laughs> <laughs>、えー、よしよく頑張りましたってでもこれ大スクリーンで見てももうその汗までもがキラキラほんでしかもハーハー言ってないですよねあんまりもっと 言ってるだろううと思うところでもとし、ね、そうで入ってきてからしなさいっていうねあそりゃもう惜し漫画だから新幹線はとりあえずどんなにしんどい目しててもやっぱお客さんの前ではなんとなくキラキラしたりふてくされたりとかしてきなさいみたいなハーハーするのが一番かっこ悪い,いからねっつってそこら辺は検事とかもう本当に信頼できますよもう何があってもニコ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 しますから <laughs> ありがとうライスター本当に春馬が来れなくて残念でしたけどもえっ、ー、とこんなにも大勢の皆さんに集まっていただいて本当にありがたいと思っておりますこれからもあの劇団新幹線もおよびあの激しめですねくだねものいっぱい作っていこうと思ってますんであのあきるまでお付き合いくださいどうもありがとうございましたありがとうございました。